ロベール2世の墓アンティオキア行為戦で戦うロベール2世、ロベール2世は、ノルマンディー公。その身長から、タンハカマ公と呼ばれる。イングランド王権ノルマンディー公ウィリアム1世とヒデ、フランドルハクボードアン5世の娘マティルドの長男。ウィリアム2世、ヘンリー1世の2位。若い頃から父に反抗し、一度は戦闘中に父を、 殺しかけたことがあり、何度か追放を受けた。追放中に各地を旅して、トスカーナ女白マティルデに求婚したとも言われる。無人としては、まずまずだったが、性格は気まぐれで無双的なところがあり、実務的な統治者には向いてなかったとされる。ウィリアム一世はロベールを不祖伝来の地ノルマンディーの後継者としたが、イングランドの後継者は定めなかった。このため、 1087年に、ウィリアム一世が死ぬと、いち早く自邸のウィリアムがロンドンへ駆けつけ、ウィリアム二世として即位した。以降、何度かイングランド王位をめぐって、ウィリアム二世と戦ったが、両者がお互いの後継者となることで和解した。1096年に、第一回十字軍が始まると、ノルマンディ公領を担保に、ウィリアム二世から金を借りて参加し、 南イタリアのノルマン勢と交流して聖地に向かった。1100年に十字軍からキロの途中で、ウィリアム2世が亡くなった知らせを受けたが、ノルマンディに戻った時にはすでに弟のヘンリーが王位についていた。このため、王位を主張してイングランドに侵攻したが、イングランド諸公の支持を得られず、ヘンリー1世の王位を認めざるを得なかった。その後も、イングランドの反乱者と組んで、 ヘンリー一世と対抗したため、1105年からヘンリー一世による、ノルマンディー侵攻を受け、1106年にタンシュブレーの、戦いで敗れて捕らえられると、ノルマンディー行為を奪われ、生涯遊兵された。1100年、コンベルサーノ博ゴフフレードの娘シビラと、結婚、息子を一人設けた。ギオーム・クリトン・フランドル博ギオーム一世また、諸子を二人設けた。リシャール・ギオーム、 ありがとうございます。